お疲れ様。我现在可以剪吗？哈哈，才是你种的花，才是你种的花。让你感受一下被捧到最高点的时候摔下来的感觉。哎，快把它狠狠的摔下来！我跟你讲，我每天压力都很大，确保不要惹我。我一气之下就把你们爱丽丝给抓死，我告诉你。昔ここでお花売ったことあるんだ。そうか。克劳伦的肌肉好帅、欸！クラウドってクラスファーストだったんだよね。あ、それがどうかしたのか。うん、同じだと思って。同じ？誰と？初めて好きになった。前男友啦！ごめんね、こんな話。もう行こっか。前見なくちゃね。天哪，克劳德，你选我吧！这女人没有办法放下她前男友啊！你看到了没？投入大姐姐的怀抱吧！我从小看你看到大，原来这可以玩啦！哎呀，姨父，克劳德，よかった、無事だったんだ。私これからコルネオのところに行くから、クラウドはアジトに戻ってバレットたちと合流して。你要去哪里？こっちは大丈夫。私の蹴り見たでしょ？看他的胸部，看他的胸部，看他的胸部。わかった。はいよ、よ。大姐姐。お二人ですね。まずはハンドクリームを。三千服务到哪里？ね、どれか丁寧に塗り込む。克劳德，干嘛干嘛回我啦？干嘛，克劳德？痛かったか？いや。凝り固まった老廃物をどんどんと流していくからね。你这个角度。声出してもいいんだよ。最後に手のひらのツボを優しく刺激していくよ。こんな風に。あ、いや、どうしたんだ。声が漏れてる。すごいや。気持ちいいのかい。直接告诉。ここはどうだ。それともここ。到底在干嘛？あ、あ。気に入ったら。また来てちょうだい。不行，我就会偷你们克劳德，我要被侮辱了！我天哪！啊，算算算，我应该还有一次机会。干！不行不行！算算算，应该还有机会，应该还有机会。啊！Bレベルな勝負だ。どうやって耐えてるんだ。パーフェクトだ。さすがにやるな。負けてられません。あ！这次一定行。マスタリズビューティフル。負けてられませんぜ。パーフェクトだ。ウィーラブパー。さすがにやるな。さすがにやる。マッスルハーム。哎，我是鬼吧我？游戏天才啊！終わったな。偽物じゃねえぞ。チレチレ。有这个待遇。コルネオはこういうのが好きなんだって。
なんかあちこち盛られて不愉快。そうか。クラウド。すまない。啊，处男呐！お客様、初めてですよね。ダンスの練習しときます。ダンス？なぜだ？アニヤンからの指示だ。ほら、こう。ま、待て。びっくり。いいですよ。バッチリ。我的克劳德怎么被玩成这个样子啊！我天哪！平均观看影片还有 63% 的人没按订阅，有订阅的人会收到欧洲公主的祝福，手游抽卡都十抽毕业，赶快订阅吧！我不要我的克劳德！嗨！我的克劳德！难怼是不是？我这是怎样啦？我怎么知道啊？我根本就看不清楚。我这是疯掉哎！我打不下去了吧，好呀，这里还算帅，干！准备してやろう。我不在乎。お待ちかねのショータイムだ。我一点都不想看我的克劳德跳成这样。亲的，他一直以来都是我内心里游戏帅度排行榜第一名的男主角，我现在有点没有办法，我崩溃了。这次的这新娘都很不错。大丈夫ですか？クラウド？お化粧してる？その格好？感想はいらない。他に方法がなかった。オーディションに通りさえすればコルネオと二人きりになれるから行けると思ったんだけど、候補者は三人いるんだって。つまりその中から選ばれないとこの計画も失敗。それなら心配ないよ。残りの二人って私たちだもんね。ああ、ほら三人が仲間なら問題ないでしょ。哦，这个画面，我好纠结哦，我好纠结哦，我好纠结哦。你们选红色还是选蓝色？啊？何の話だよ。しらばっくれても無駄。もう一度聞く。不行，我还是喜欢 Tifa。手下に。这个帅气。自信。探らせ。气质。兼具。的第一女主角就是我们 Tifa。原本不是爱丽丝派的，不是，我本来是 Tifa 派的，然后但是刚刚玩了非常多爱丽丝章节了之后，我有点动摇，但是我现在看到 Tifa 之后，我又变回来了，我是不会动摇的，我是 Tifa 派的。为什么要这样子对我？为什么？ティファ。クラウド。え？あいつ。任せていいかな？私の出番。おいおダメ。
我心太崩了，明天再玩。但我没有办法一次控三个人啊，我不行啊。我其他两个放指令，可是爱丽丝会自己把自己的 ATB 用掉，我不懂。没关系，我明天再看看，明天再研究。